皆さんは BTS メンバー全員が兵役入隊となった今、どのように情報収集をしているでしょうか。最後まで残っていた RM とテテ、ジミン、ジョングクも2023年12月には全員入隊を果たし、 BTS としての活動はほぼ停止しているような状況です。そんな中でもアーミーに寂しい思いをさせないようにと、メンバーたちが入隊する前に残してくれたコンテンツをアップしてくれたり、サプライズをしてくれたりしながら、アーミーへの愛も忘れずにいてくれていますよね。メンバーたちが入隊したからといって、彼らが現在どのように過ごしているのか、全く情報がなくなったわけではありません。韓国アーミーやメンバーたちと同じ時期に入隊していった他の兵士さんたちからのエピソードがたびたび SNS を通してアップされ、メンバーたちが元気に勇ましく服務していることを教えてくれています。そのような情報の中でも、今回は兵役中のメンバー同士の交流や最新エピソードについてご紹介いたします。2023年12月時点でついにメンバー全員が兵役入隊となった BTS。 過去に肩の怪我を負ってしまい、体にペナルティーがあるシュガは社会服務要員としての入隊となりましたが、他のメンバーたちは全員陸軍に入隊しました。 K-POP 界の飛躍だけでなく、韓国の経済へもかなりいい影響を与え続けてきた BTS は、最年長であるジンが入隊しなければならない年齢制限ギリギリまで兵役免除対象となるかどうかについて、とても慎重に議論されてきました。韓国に生まれた男性は原則20歳から28歳のどこかのタイミングで兵役に就かなければなりませんが、スポーツ選手がオリンピックなどでメダルを獲得すると兵役免除になるケースがあります。 BTS の場合は兵役免除とまではならなかったものの、大衆芸能優秀者として特例で入隊年齢制限を30歳まで延長となったのです。 BTS の最年長メンバーであるジンは2022年12月13日に入隊し、2024年6月12日に除隊予定となっています。ジンが誕生日を迎えた2023年12月4日には、グローバルファンダムプラットフォームであるウィバースにて自身が兵長に早期進級したことを報告してくれました。いつも誕生日にはライブ配信でアーミーの皆さんと楽しんでいたのに、今年は残念ながらそうできずに胸が痛いです。たとえ体が一緒にいられなくても、心だけは皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしていることを知ってください、とアーミーに対して気遣いを見せてくれたジン。続けて優れた軍生活でまた早期昇進して、現在兵長キムソクジンです、と彼らしくユーモアたっぷりに報告してくれたのです。ジンは同年の7月に特級戦士の称号を取得して上等兵に早期進級をしたことを報告してくれたばかりでしたが、さらに早期進級を重ねて軍人の中で最も高い階級である兵長となったのです。ジンの次に入隊をしたのは J-HOPE です。2023年4月18日に入隊した J-HOPE の除隊予定日は2024年10月17日となっています。新兵教育隊の助教として訓練兵教育の任務を担当している J-HOPE。 大韓民国の青年たちが軍で感じる第一歩のような部分を一緒に導いてあげる役割なので、プレッシャーも大きいです、と語りながらも、 BTS としての活動に怠らないほどのやりがいを感じているようです。またジンと同様に特級戦士にもなった J-HOPE。 毎瞬間最善を尽くしながら日々頑張っていることを報告してくれました。次に入隊したシュガは2023年9月22日に社会服務要員として服務していて、2025年6月21日に除隊予定となっています。他の軍とは違い、自宅から通うことができる社会服務要員ですが、その分最短でも21ヶ月間服務しなければなりません。そして次に入隊したのは BTS のリーダーである RM とテテです。2人は2023年12月11日に共にジンや J-HOPE と同じく陸軍に入隊しました。2人の除隊予定日は
2025年6月10日となっています。最後に入隊したのはマンネラインのジョングクとジミンです。2023年12月12日に陸軍に同伴入隊をしました。同伴入隊とは友人や親族が一緒に同じ部隊に入ることを言います。2人の除隊予定日は2025年6月11日となっています。BTS のメンバーたちが少しずつ期間を空けたり同日入隊をしていった中で、それぞれの場面でいろんなメンバー同士のやり取りを見ることができました。その中でも特に注目したいのが、 BTS メンバーの中で一番最初に入隊となったジンが自分の後に入隊していく弟たちに対する反応です。まず自分の次に入隊すると発表が出た J-HOPE に対してジンが送ったメッセージです。ジンはウィバースにて、ようこそ J-HOPE、 僕はもうすぐ一等兵だよ、もし会っても目を合わせないように、僕は一等兵でお前は訓練兵だから、とジョークを交えてメッセージを送りました。さらに続けて、敬礼の角度は手首と腕が一直線を維持しなければならず、地面から45度、腕は30度から45度で維持しなければならない、とアドバイスもしていました。ついに自身の入隊日を控えて不安でいっぱいだった J-HOPE に対して、ジンは毎日のように電話をしてくれたり、どんなものを持っていけばいいかなどを教えてくれたりと、頼もしい兄のように支えてくれていたといいます。また2023年12月11日に RM とテテが入隊した時には、自身のインスタグラムアカウントにて、怪我しないで気をつけて行っておいで僕の子供たち、というメッセージとともに坊主頭となった RM とテテとのスリーショットをアップしました。服務生活に慣れてきたジンの凛々しい笑顔とお茶目なような RM の笑顔、そして甘えるようにジンの肩に頭を傾ける弟感たっぷりのテテの姿が印象的でした。メンバーの入隊となると必ずしも反応し合うメンバーたち、メンバー全員で入隊の見送りすることもあるほどお互いを思いやって活動してきた BTS ですが、そんな彼らに関して改めて心がほっこりとする一面が見られました。それは BTS の末っ子メンバーであるジョングクが入隊する時のことでした。ジョングクが入隊する前日、2023年12月11日に先に陸軍へと入隊したテテ、その日テテは自身のインスタグラムアカウントにてストーリーズをアップしました。そこには自分の丸刈り頭姿と、翌日12月12日に入隊するジョングクの丸刈り頭姿が写っていたのです。ただの丸刈り頭姿ではなく、ジョングクは上半身裸でサングラスをかけた姿のテレビ電話のスクリーンショット、そして小窓に映るいかつい表情をしている自分の丸刈り頭姿と上半身裸の姿の画像をアップしたのです。この画像とともに、兄ちゃんが先に行くね、明日は気をつけて行ってらっしゃい、というメッセージを残していました。 RM とテテが入隊した日には、久しぶりに BTS メンバー全員が集合し見送りをしていましたが、ジミンとジョングクの入隊日は翌日ということもあり、シュガと J-HOPE だけが駆けつけて入隊していきました。入隊するギリギリに声をかけられないために、テテはこのように SNS を通じて弟であるジョングクにエールを送ったのでしょうね。また二人とも上半身裸であったことから、アーミーたちはテテとジョングクが上半身裸でテレビ電話をしていたなんて面白すぎる、テテがお兄ちゃんしてる姿本当にほっこりするね、ヒョンが坊主姿を見せたらずっと隠していたジョングクも見せるしかないよね、などといった反応を示していました。ジョングクのお兄さんの SNS にて、自分で坊主頭に刈り上げている姿をアップされていたジョングク、しかし入隊するギリギリまでキャップをかぶったりしながらアーミーの前で坊主姿を披露するのを隠していました。しかしテテが思い切ってアーミーに坊主姿を披露したことから、ジョングクも何かを決心したかのようにアーミーに坊主姿をお披露目してくれたのです。
2023年12月12日に友人や親族と共に入隊をする同伴入隊として陸軍へと入隊したジミンとジョングク。ジンが助教として服務している第5歩兵師団新兵教育隊に入所したという2人ですが、通常よりも少し時期が早く入隊することとなったジョングクにとっては、信頼しているヒョンであるジミンと一緒に入隊することで安心して服務できるのではないかと多くのアーミーが安堵の声を上げていました。旧ツイッターである X の BTS 公式メンバーアカウントでは、丸刈り頭のジミンとジョングクに J-HOPE とシュガが寄り添うフォーショットと、ジミンとジョングクがお互いの頭を撫で合いながら微笑んでいるツーショットを公開してくれました。前日に入隊していったテテはジョングクに対してメッセージを送っていましたが、ジミンに対しても先に行くから見送りに行けなくてごめんねとメッセージを送っていたことが印象的で、改めてテテのメンバー思いな一面に多くのアーミーが感動していました。2023年12月5日に RM、テテ、ジミン、ジョングクの4人が兵役前最後のリバースグループライブ配信を行いました。その中で入隊してから1年が経ったジンと8ヶ月が経った J-HOPE に対して、僕たちが兵役でいない間、ジンさんと J-HOPE が BTS として活動してくれるはずですとコメントをしたリーダーの RM。 このことをきっかけに話題は J-HOPE の入隊後の変化について盛り上がりを見せました。テテが J-HOPE さんはめちゃくちゃかっこよくなったよねとコメントすると、 RM はJ-HOPE さんはいつも天使みたいな振る舞いだったのに、そこでは鬼の教官となってとジョーク交じりに、韓国陸軍新兵教育隊の教官補佐に選ばれたことについて触れてトークを繰り広げました。そんな RM のコメントに対してジミンは、でも J-HOPE さんってある意味では怖い人だよと笑いを誘いました。一般的にみんなの希望の星として知られている J-HOPE ですが、ダンスリーダーである J-HOPE のレッスンともなると、闇の J-HOPE とも化す時があることもアーミーの中では知られています。そんな場面を想起させるようなジミンのコメントが印象的でした。そして J-HOPE に面会をしたというジミンは、でも本当にかっこよかったです、なんと言えばいいんだろう、雰囲気が重くなったというか、面会したらまずわかると思うんですが、昔はJ-HOPE さんと呼ぶとジミンって反応してくれたはずなのに、今はおお来たのという感じでめっちゃ落ち着いてるんですよと語っていました。 J-HOPE は入隊してから口調や雰囲気が少し変わったようだと彼の変化について教えてくれたジミンでした。 RM とテテ、ジョングクはそんなジミンからの告白に続いて、体ががっしりしたよねと J-HOPE の見た目にも変化があったことを教えてくれました。BTS メンバーの誰よりも早く入隊したジンについて、 RM、テテ、ジミン、ジョングクは全然変わっていないと口を揃えて言っていました。しかしそんなジンに対して RM は、ジンさんは本当にすごいと思う、一人で入隊して1年を耐えたから、だからジンさんあなたは勝者ですと尊敬の意を表していました。自分に次いで入隊していく弟メンバーたちに対して必ず声をかけて服務生活のアドバイスも丁寧にしてくれるというジン。 BTS としての活動をしている時もですが、離れていても変わらずに弟たちの面倒をよく見てくれる優しい性格は、服務中に高い地位を得てもなお兼ね備えているようです。ジミンのソロアルバム作業記録が描かれているドキュメンタリー作品、ジミンズプロダクションダイアリーの購入者を対象とした特別オフラインイベントのトークパートがウィバースにて生配信されました。その中で一部のアーミーから届いたシュガとのコラボ曲は準備していますかという質問に対して、いいえ、あの方は入隊したのでと答えると、話題はそのまま入隊中のシュガの近況についてのトークとなりました。
2023年9月から社会服務要員としてソウル市内で勤務をスタートさせたシュガ。事前収録していたシュガの YouTube チャンネル七田にて引き続き彼の姿を見ることはできるものの、リアルタイムの様子を知りたがっているアーミーは多くいました。そこでジミンはユンギヒョンとは最近連絡を取っていますし、電話もたくさんしています。一生懸命やっているようです。でも正直兵役中なので精神的に辛くないはずがなくて、でも一生懸命頑張っています。皆さんのことをたくさん考え悩みながら頑張っていますと伝えてくれたのです。さらにメンバー全員が皆さんのことを考えながらいつも悩んだり、皆さんの前に全員立てていないことに対してこれでいいのかなと、いつも集まった時に葛藤しながら話し合っていますとも話してくれたジミン。その中でも特にシュガが一番アーミーのことを気にかけていると言います。常にステージの上からアーミーの声を聞いていた彼らだからこそ、ステージに立てない現実を受け入れるのにはとても時間がかかっていることでしょう。また BTS としての活動ができなくても、どれだけアーミーに寂しい思いをさせないようにできるかと試行錯誤をして、兵役中である今でも事前準備したコンテンツをたくさん配信してくれるメンバーたちにとても感謝の気持ちでいっぱいになりますね。今回は兵役中のメンバー同士の交流や最新エピソードについてご紹介いたしました。さまざまなコンテンツやコンサートからもわかるように、 BTS メンバーの絆はとても深く、すごく仲がいいのも伝わってきますよね。メンバー全員が一気に入隊していったわけではありませんでしたが、先に入隊していったメンバーの分を補うようにソロ活動を懸命にこなしたり、後から入隊してくるメンバーの不安を少しでも取り除いてあげようと、できる限りの情報共有やアドバイスをしてあげたりなど、離れていてもお互いをサポートし合う姿は変わらないのが BTS です。アーミーはそんな BTS を誇りに思いますよね。完全体となって戻ってくるのは2025年と言われていますが、それまでもメンバーたちが残してくれたコンテンツを楽しみながら、服務中の彼らを応援していきたいものです。皆さんは BTS メンバー全員が兵役へ行ってしまった現在、 BTS についてどのように触れているでしょうか。軍へ行っても BTS として活動してきた時と同じように、それぞれの場所で活躍を見せているメンバーたちですが、どこへ行っても変わらずに注目を集めて精一杯努力している姿を見ると、アーミーになってよかったなと感動することもありますよね。今回は兵役入隊を果たしたメンバーたちの中でもテテの軍での生活情報についてご紹介します。2023年12月11日にリーダー RM と共に兵役入隊を果たしたテテ。そのままクリスマスや年末年始も軍の中で迎え、用意されたスケジュールを一生懸命こなして頑張っている最中です。そんな中でもBTS メンバーたちが軍の中でどのように過ごしているのか、あらゆる方面から情報が集まってはアーミーたちの間で共有しています。そして年が明けた2024年1月にアップされたある一つの写真を見たアーミーから多くの心配する声が上がりました。テテと RM がいる軍では2024年1月4日から2泊3日の宿営基礎訓練が実施されたようです。この訓練は極寒の時期でありながらも外にテントを張って宿泊するということで、多くのアーミーからテテや RM の体調を気にする声が寄せられました。過酷な内容はこれだけではありません。訓練の内容として 100m の歩幅前進や夜間戦術歩行を学ぶようで、肘用のプロテクターが支給されるほど傷が絶えないものとなっています。さらにはこれらの訓練が行われる前日に武器を扱う厳しい訓練が行われていたということで、年が明けてから本格的に軍生活がスタートしたという実感が湧いているようです。そんなテテの状況を知ったアーミーからは、どうか怪我だけはしないようにしてほしい、体調崩さず最後まで無事に終えてほしいというメッセージが SNS を通してたくさん寄せられていました。そんな中、テ
テテと RM が入隊してから2度目となる写真が公開されたことが話題となりました。1月4日、陸軍訓練所のホームページにて、訓練兵たちが横に並んで撮影された集合写真が投稿されました。そこには、テテと RM も写っていて、2人の立ち位置や軍服についている印から、テテのみだけでなく RM も、小隊長訓練兵であることが公となったのです。キリッとした表情で写っているテテに対して、アーミーたちは、小隊長さん頑張っているみたいだね。二人の凛々しい顔がかっこいい。などといった反応を見せています。入隊以降、あまり二人の情報を得ることができなかったことから、この集合写真が公開されたことに喜びを隠せないアーミーたちでした。この写真は記事としても取り上げられていて、BTS、RM、余裕のある笑顔。V、生きている目つき。凛々しさそのものというふうに紹介されていました。しかし、この写真を目にしたアーミーからは、多くの心配する声が寄せられたのです。その理由は、可愛らしい笑顔を見せていた RM とは違い、テテは黒い布で顔半分を覆いながら、いつもとは全く違った雰囲気のキリッとした表情を見せていたからです。テテの表情が RM と全く違う。テテにとってとても辛いのかな、大丈夫かなとつぶやいていたアーミーたち。なぜテテの表情が RM よりもこわばっていたのかというと、テテのいる部隊が特に厳しいところであることが考えられるようです。 100m のほふく前進や夜間戦術歩行、極寒の中でのテント宿泊をするだけでなく、テテが配置されたとされている特任軍事警察 SDT とは、軍内部の協力犯罪、対テロ初動処置、要人警護、都心の機動打撃、武装脱走兵逮捕などを遂行し、多くのテストを経て隊員になった後も多様で強度の高い訓練を受けるんだそうです。そのため5週間の基礎軍事訓練を受けた後も3週間の経営特技兵訓練を受けることになっていただけでなく、特任隊のほとんどが志願制であったことからも、テテがいる場所は特に厳しく、雰囲気も固いイメージがあるのではないかと考えられています。その上、現在テテは小隊長を務めているということもあって、役割が多く大変な位置にいるのです。小隊長とは訓練兵と助教の間に入って任務を果たすものなので、一般的な訓練兵よりもこなさなければいけない業務も多く、体力的にもかなりハードなもののようです。責任感が強いテテが小隊長という役割を懸命に果たそうと精一杯努力していることが、この表情からもひしひしと伝わってきますよね。1月に精神戦力教育も受けていたというテテ。精神戦力教育とは、軍人精神や国家観、安保観など軍人として備えるべき基本的な精神姿勢を学ぶ時間であり、自分がなぜ今この場にいるのかということを改めて認識する時間でもあるようです。軍の中でも人一倍熱心に取り組んでいるテテですが、彼と同じく論山訓練所にいる兵士さんからテテについての情報を入手することができました。その兵士さんによると、テテは人じゃないみたい、背が高くて顔が拳くらいの大きさだと、テテの外見について異次元に美しすぎると語っていたのです。これはテテより先に兵役生活を過ごしているジンやジェイホープが入隊した当初も同じように周りの兵士さんから、実際に見ると本当にかっこいい、画面で見ている以上にイケメンだと言われていました。過酷な生活の中とはいえ、本物の BTS メンバーと同じ時間を共に過ごす仲間の兵士さんが少し羨ましく思う瞬間でもありますよね。またテテはランニングや自主訓練が行われるという放送がかかると、積極的に全てに参加しているようです。ある訓練兵は、テテと一緒に腹筋をしていて、頭を押してくれたりしたこともあったそうです。ただでさえ過酷な訓練を行わなければいけないのにもかかわらず、自主的な訓練でさえも積極的に参加してこなしていくテテに、アーミーたちは心から尊敬するとともに、誇りに思うと称賛の声が上がっています。テテと他の訓練兵たちの交流についての情報はこれだけではありません。なんとテテはまた
別の訓練兵の散髪を手伝ったという情報も寄せられているのです。入隊前に坊主頭にしてから当日を迎える訓練兵たちですが、入隊中にも髪の毛が伸びてくると兵士同士で髪を剃ることがあるといいます。慣れない環境の中でもこのようにメンバー以外の兵士さんたちともコミュニケーションを取りながら一生懸命精進しているテテの姿を想像するとなんだか胸がいっぱいになりますね。2024年1月16日、5週間の基礎軍事訓練を終えたテテと RM が終了式を迎えました。前日の15日の昼過ぎには、正式保安、事態配置確認が行われ、夜には訓練兵の夜と呼ばれる訓練兵の行事が行われたようです。訓練兵の夜では、パンやお菓子、飲み物をあげて、助教たちと一度忠誠をしてから、これまで行ってきた訓練の写真や動画を見たり、振り返ったりする時間を過ごすといいます。共に辛く厳しい訓練を乗り越えてきた訓練兵たちとゆっくり触れ合いながら、有意義な時間を過ごしたのではないでしょうか。5週間の基礎軍事訓練を終えたという一つの終止符といえる終了式ですが、その後もそれぞれ準備をして、18日に国軍運輸送部隊を通じて事態に配置されていきました。しかし、特任隊とされるテテは陸軍総合行政校へ行き、さらに3週間の教育課程を経てから事態へと配置されます。そして今回 RM とテテは再精鋭訓練兵として表彰されました。2人揃って帽子をかぶり凛々しい表情で表彰される姿はアーミーとしても誇らしく、 RM とテテの男らしさをひしひしと感じるひとときとなりました。ちなみに再精鋭訓練兵とは、厳しい基準に達した訓練兵がなれるものです。どのような基準かというと、腹筋を2分間に86回以上、腕立て伏せを2分以内に72回以上、1.5km 走を5分28秒以内に走るなどの項目があるようです。自主訓練にも積極的に参加していたというテテですが、このような努力が結果として残ったのでしょうね。再精鋭訓練兵になると終了式の日に外泊の許可を得ることができたり、報奨休暇を獲得するだけでなく早期進級といった報奨が得られるようです。そしてこの終了式でのテテの姿をアップされた写真などを見たアーミーからは、テテの体格の変化に驚く声が多く寄せられていました。特に RM と隣に並んで撮影された写真では、比較的華奢だったテテの体格が今では RM よりもがっちりと男らしくなっているように感じます。 BTS として活動している時も体力勝負ではありましたが、軍で生活をやり抜くためにはさらなる体力や筋力が必要なんだなと感じさせるテテの体格に、アーミーたちも再び惚れているようです。基礎軍事訓練を終えてからも陸軍総合行政校にてさらに3週間の訓練を受けているテテ。新たな訓練に入ってから約2週間ほどが経った頃、ついにテテの配属先が発表されました。テテが配属先として予定されているのは、チュンチョンの第2軍団3、4部隊となっていて、司令部管轄部隊である軍事警察官に転属すると発表されています。そこは、802軍事警察官と呼ばれる場所のようで、俳優でテテと共にウガファミリーである、パクヒョンシクさんも含むしていたところだといいます。この部隊へ配属される前に行われている3週間の追加訓練は、どうやらかなり過酷な訓練として知られているようです。あまりの訓練の厳しさから、泣きながら両親に連絡をしたり、挫折して退所してしまう訓練兵もいたようです。この情報を聞いたアーミーからは、どんなに辛い訓練でも耐えて頑張っているテテはすごい。どうか怪我だけはしないように頑張ってほしいという声が上がっていました。テテが入隊してからも BTS のテテとして活躍する場面をいくつか残してくれています。現在その代表的なものといえるのがコンポーズコーヒーの広告です。なんと彼が出演したコンポーズコーヒーの広告映像の再生回数が2024年2月7日の時点で1000万回を突破したというのです。
コンポーズコーヒーがテテを広告モデルとして採用してから、企業側として大きな影響をもたらしているようで、全世界で愛されている BTS テテの影響力を我々は感じているとコメントしています。さらにテテとのシナジーでコンポーズコーヒーも今年さらに跳躍する1年になることを期待しているとも語っていました。アーティストの顔だけでなく、このようにモデルとしても活躍の場を広げているテテですが、さらにインスタグラムのトップ音楽インフルエンサーリストにて、世界的歌手のビヨンセさんやテイラー・スウィフトさんに並んで5位に浮上したことでも話題となりました。現在入隊していることを感じさせないほど、アーティストテテとしても活躍し続けている彼の偉業に改めて驚かされますよね。5週間の基礎軍事訓練に加えて、さらに3週間の教育課程を終えたテテ、合計で8週間もの訓練をやっと終えたテテは、2024年2月初めについにチュンチョンの第2軍団34部隊に向けて出発しました。訓練所から34部隊まではかなりの距離があることで知られていて、当日は午前中に出発したと言われています。特任隊としてこれからより厳しい生活を送るテテを心配するだけでなく、多くの応援の声を届けたいというファンダムの思いから、大きな横断幕が準備されたようです。移動中、この横断幕をテテが見てくれたのかは分かりませんが、少しでも彼の励みとなっているといいですね。そしてあまり公開されてこなかったテテの軍服姿の写真が久しぶりに公開されたことでも話題となりました。その写真は移動してチュンチョン駅に到着した時のテテを含めた兵士さんたちの様子だとされています。記者によって撮影された軍服姿の写真が複数枚公開され、その中でもひときわ目を引いたのが、大きなリュックを背負ってネックウォーマーで口元と鼻上まで隠し、目だけを出したテテの姿です。彼のリュックにスカーフが結ばれていることに気がついたアーミーは、こんな風にリュックに一工夫しているところがテテらしい、どこにいても彼らしさが生きてるなんて嬉しい、といった声を寄せていました。また目元だけを出していたテテの表情から、さらに凛々しくなった視線やふさふさになった眉毛に着目したアーミーたち、より男らしい表情になったテテにアーミーたちも安堵していました。しかしテテの目が二重になっていることに気づいたアーミーは、彼が厳しい訓練の後に長距離の移動をしたためか、とても疲れを見せているのではないかと推測していました。その反面、テテの顔が少しふっくらとしていて健康的になっていることも確認できて、しっかりご飯食べれているようでよかった。体格もだけど表情もしっかり男らしくなったね、と母親のような気持ちで彼を見届けているアーミーたちの姿が見られました。この日実際にチュンチョン駅にいたという方からのコメントも注目されています。この方は当日偶然チュンチョン駅を通りがかったようで、多くの警察や記者たちがいたことに驚いたようです。しかしその後に記事を見て、あの場に BTS のテテがいたことを知って、前世でどれだけ徳を積んだのかと誇らしく感じたようです。当時現場に多くの警察や警備がいたということで、入隊中もテテの安全や他の兵士さんたちの安全も守られているんだなと思うと、ファンとしても安心しますよね。今回はテテの軍での生活について最新情報をご紹介しました。一緒に入隊しチームが違うものの、5週間の基礎軍事訓練も共にしてきた BTS リーダーの RM とついに離れて活動することとなったテテ、修了式を終えて RM と離れるまではテテもきっと寂しさや、これから一人でやっていくことに不安も大きくあったことでしょう。しかし入隊前にテテがこれまで経験したことのない経験をしていくことで、また新しい自分を見つけられる大きなチャンスになることが楽しみだとコメントしていたように、現在のテテの表情からも本当に男らしくたくましさを感じますよね。 BTS メンバーたちと一緒にいるときはどこか甘えん坊なイメージがあったテテですが、表情からも体格からもまた一つ大きな大人の階段を登ったかのように成長を見せてくれています。部隊に配属されてからもたくさん過酷なことが待ち構えているかと思いますが、
負けずに最後までやり遂げられるよう、引き続きテテを応援していきたいですね。皆さんは BTS メンバー全員が兵役入隊となった現在、どのように過ごしているでしょうか。リアルタイムで彼らの BTS としての活動を見届けることはできないものの、メンバーたちが入隊前にアーミーのために残してくれたコンテンツを通じて、ちょっとでも元気な姿を見ることができますよね。ちゃんとご飯を食べてるかな？体調を崩していないかな？元気に過ごしてるかな？などメンバーたちを心配し始めたらキリがないですが、たまにインスタグラムを更新するなど、アーミーの前に顔を出してくれる姿を見ると胸が高まります。そんな中、今回は2023年12月11日に入隊したばかりのテテにフォーカスを当てていきます。 BTS マンネラインであるテテの兵役中エピソードはどのようなものがあるのでしょうか。それでは最新情報をご紹介していきます。韓国の音楽業界だけでなく、各国への韓流ブームをさらに加速させるきっかけを作った源といっても過言ではないほどの大活躍を果たしている K-POP グループ BTS。 あまりに凄まじい業績を収めたために、メンバー7人の兵役入隊への免除がされるかされないか、韓国国内外でとても話題となっていました。さまざまな議論がされてきましたが、韓国に生まれた一人の男性として当然通るべき兵役入隊という道をしっかりと進んでいくことを決心した BTS メンバーたちの意思を尊重し、最年長であるジンを筆頭に順番に入隊していきました。2022年12月13日に陸軍に入隊したジン、2024年6月12日に除隊予定となっており、 BTS メンバーの中で一番早く入隊した分、一番最初に除隊することになります。続いて2023年4月18日陸軍に入隊した J-HOPE は2024年10月17日に除隊予定です。3番目に入隊したのは SUGA で、入隊日は2023年の9月22日でした。 SUGA の場合、過去に肩を怪我したことがあるために現役兵ではなく社会服務要員として入隊しました。そのため通常18ヶ月間の兵役期間であるところを21ヶ月間と少し長めの期間服務しなければなりません。 SUGA の除隊予定日は2025年6月21日となっています。 SUGA に続いて入隊したのは BTS のリーダーである RM とテテです。2023年12月11日同時に陸軍へ入隊しました。除隊予定日はともに2025年6月10日になります。そして RM とテテが入隊した翌日、2023年12月12日にはジミンとジョングクがジンが助教として服務している陸軍第5歩兵師団新兵教育隊へ同伴入隊しました。ジミンとジョングクの除隊予定日は2025年6月11日となっています。BTS のリーダーである RM と同じ日に陸軍に入隊したテテ。誰とでも打ち解ける性格を持っているテテは、韓国の芸能人である友人を多く持っていることでも有名ですよね。テテの友人の一人である俳優のパクソジュンさんは、テテが入隊することに対してとても心配していたようです。しかし行ってくるねとテテが明るい姿を見せてくれたことによって、テテならきっとうまくやっていけると確信することができたと語っていました。陸軍の中でも27連隊と呼ばれる部隊に所属となっているというテテですが、この27連隊は陸軍の中でも特に過酷な場所だと言われているそうです。何が過酷なのか具体的に説明すると、他の部隊よりも施設が古くて不便さがあるのが特徴的です。例えばシャワー室が生活館の外にあるために、天候が悪い日はシャワーを浴びるのにも一苦労するそうです。また他の部隊に比べて遅いという点が短所だという情報があります。そのため携帯電話の使用や報酬などがほとんどなかったりもするそうです。
さらには毎日睡眠する際に使用するベッドが2段ベッドのようで、施設が古いこともあってか中にはネジが外れている2段ベッドもあると言われています。食事に関しては人それぞれの好みではありますが、普通以上の味ではあるようです。いろいろと短所があるものの、他の部隊に比べて訓練場までの距離が近いことは27連隊の長所といえます。訓練をするときは完全軍装で行軍しなければいけないのですが、完全軍装で長い距離を行軍するのはとても大変なことです。そのため比較的距離が近いテテが所属する27連隊は行軍する距離が短くていいと言われることもあるようです。テテが27連隊に入隊してから約1週間ほどは私服姿で過ごし、その後に軍服が支給されました。名札の色は空色だと言われています。テテたちが食べたとされる食事のメニューも確認することができるようで、2023年12月16日の朝食はシリアル、プルコギバーガー、目玉焼き、昼食は牛肉入りのキノコの寄せ鍋、鶏胸肉の焼きうどん、ズッキーニとエビの炒め物などが出されたという情報が上がっていました。またある日の朝食に豆もやしキムチスープやデジプルコギ、絹ごし豆腐ヤンニョムダレ、格的といったメニューが出たようで、過去にもやしが苦手だと言っていたテテにとってこの献立はしっかり食べれたのかなと心配するアーミーもいました。さらに昼食にチュクミポックンというイイダコ炒めが出たこともあり、こちらも同様にアーミーたちは辛いものが苦手なテテを心配していました。そして平日は6時30分に起床をしなければならないのですが、土曜日と日曜日は7時に起床と平日よりは少しゆっくりと起きることができるそうです。この情報を知ったアーミーたちは、テテもゆっくりと落ち着いて睡眠が取れているといいなぁとコメントしていました。入隊してからいろんな軍事教育を受けてきたテテですが、最初の基礎訓練として民間人から軍人になるための心得を学んだり、軍歌歌唱などをしてきました。そんな中で入隊後初めての自由時間となる個人整備休息と呼ばれる休日を迎えたテテ。この休日の中では教育動画を視聴したり休息時間を過ごしたりした様子でした。この休日中ゆっくり休んでほしいとアーミーは切実に願っていました。また2023年7月から全ての訓練所と訓練兵が週末と祝日にスマホを1時間ずつ使用することができる制度が試験的に実施されているようです。短い期間になるようですが、スマホの使用時間が設けられることでテテがインスタグラムなどの SNS を更新してくれると彼の近況を知ることができるだけでなく、少しでもアーミーとの時間も作ることができるのではないでしょうか。訓練が終わって帰るテテの姿を見たという兵士さんからテテの現在の状況を知ることができました。どのような内容だったかというと、テテが本隊の助教の隣を歩いていたことから分隊長訓練兵であることが分かったようです。ちなみに分隊長訓練兵とはその軍隊の訓練兵の班長的役割を担っていて、リーダーシップを取っている立場にあたる人のことを言います。テテの姿を見た兵士さんは、実際に近くで見たテテの顔がとても小さくてスタイルも抜群であったことに驚いたようでした。テテが入隊してから彼が歩いているところだけでも目撃された情報が上がるなど、よく話題となっているテテの姿。誰が見てもすぐにテテだと分かってしまうくらいのスタイルの良さや、一段と凄まじいオーラを感じるようで、一緒に入隊した他の兵士さんたちもつい見入ってしまうようでした。そんな数々の情報を聞いたアーミーからは、入隊中もテテの存在感がマックスだなんてすごすぎる、テテのオーラはやっぱりどこに行っても隠しきれないんだよね、などといったコメントが寄せられていました。2024年1月4日には陸軍訓練所のホームページを通じてテテと RM の訓練所で撮影された写真が掲載されたことが話題となりました。この写真はテテと RM が他の訓練兵たちと一緒に団体写真を撮影したものとなっていて、
微笑みを見せる RM の様子と、目から上の部分だけ見せているテテの凛とした表情を見ることができます。以前公開された写真では2人とも硬い表情を見せていましたが、今回公開された写真では少し余裕感を感じ、軍の生活に馴染み始めているようでした。軍服を着た姿で撮影されたこの写真の中で、アーミーが注目したのは彼らの表情だけではありませんでした。2人の軍服には空色の名札がついていましたが、テテの軍服には腕章もついていました。この腕章は彼が小隊長訓練兵であることを示しているそうで、陸軍訓練所のみで着用しているようです。この小隊長訓練兵がどのような役割をするのかというと、助教の方々の指示や案内事項を伝達したり、朝と夕方の点呼時間に部長に大声で人員報告を行うという役割があるそうです。一般の訓練兵よりも大変なことも多いですが、運が良ければ報奨をもらえることもあるといいます。責任感が強いテテなので、どんなに大変な役割であっても最後までやり遂げてさらにたくましくなることでしょう。そんな中でさらにテテを誇らしく思う情報が追加されました。なんと体力評価3種目で特級3つを獲得したようです。特級が3つ以上あることによって、最優秀訓練兵として修了式の日に賞状と報奨休暇をもらうことができるそうです。この最優秀訓練兵になるには、上体起こしを2分間に86回以上、腕立て伏せを2分間に72回以上、 1.5km 走を5分28秒以内、 3km 走を12分30秒以内、射撃で20発中16発以上の命中されるなどといった基準があります。このような過酷な基準値をクリアしたということは本当にすごいことですよね。2024年1月16日には新兵教育修了式が行われ、 RM の個人インスタグラムには忠誠というコメントとともに複数の写真が掲載されていました。この写真の中にはテテと RM が肩を並べてカメラに向かって敬礼する姿もあり、2人のさらに凛々しくなった表情を見ることができました。そしてまた別の写真には RM とテテが受け取った賞状が写っているものもあり、2人が最精鋭訓練兵に選抜されたことが証明されていました。これにはアーミーたちもたくさんの反応を見せていて、改めて彼らを誇らしく感じたようです。今後 RM は陸軍現役、テテは陸軍首都防衛司令部特殊任務隊に所属して軍服務を続けていくことになります。2023年12月30日、テテが兵役入隊をしてから初めての誕生日を迎えました。この日、アーミーにサプライズで新曲を発表してくれたテテ。さらには、事前に撮影していた自撮り動画も公開してくれました。リアルタイムでアーミーと過ごすことができなくても、寂しい思いをしないようにと、このようなコンテンツを残してくれるテテの優しさに、多くのアーミーが感動していました。そんな優しさが詰まったテテに対してアーミーからはセンイル広告が出されました。韓国国内で出されることが多いですが、なんと今回は日本でもセンイル広告が放映されたようで、街角ビジョンでの特別映像放映イベントやバス停広告、 YouTube 広告などが期間限定で公開されました。テテに対して直接お祝いすることができなくても、自分のことのように盛大にお祝いしてくれるアーミーたちの愛情にきっとテテも喜んだことでしょう。そしてテテがこの時入所していたロンサン訓練所の近くにも誕生日をお祝いするバルーンが設置されたそうで、その大きさは横4メートル、縦6メートルととても大きいサイズだったようです。そのため訓練所からも肉眼で確認できたといいます。テテへのお祝いムードはこれだけでは終わりませんでした。なんと訓練所のすぐ前にある食堂にも誕生日をお祝いする垂れ幕が設置されたようで、この垂れ幕も訓練所の中から見える位置であり、一部の訓練の際に必ず通る道だったといいます。このように入隊中でも多くの人から多くの場所で誕生日をお祝いしてくれたということは、テテにとっても幸せな日になったのではないでしょうか。テテに直接メッセージを伝えられなくてもできることを見つけて、
彼を心から応援するアーミーの姿も誇らしいですよね。テテが入隊した後も BTS としての活動内容についてさまざまな噂が上がりました。例えば2024年1月からコンポーズコーヒーの広告モデルを務めるといった噂がありました。これはテテのインスタグラム個人アカウントにてコーヒーと描かれた白い筒状のアイテムを手に取り微笑む姿の画像がアップされたことがきっかけでした。この投稿を見たアーミーからは、あの写真はスポだったのかなと囁かれています。またテテの誕生日である12月30日に日米をルーツに持っているシンガーソングライターの海さんとのコラボシングルをリリースすることも発表しました。日本時間の14時にリリースとなったこの曲は Wherever You Are Featuring V of BTS という曲名で、遠距離をテーマに作った曲となっています。海さんとテテのそれぞれの思いを寄せ合わせて完成させたというこの曲は、英語の歌詞ではあるものの日本語訳も公開されています。海さんは、好きという気持ちは距離や時間などに縛られてはいけないと思っていて、この曲はそのことに気がついてほしいなって思ってできた楽曲ですとコメントしています。またテテはファンの皆さんに楽しんで聴いていただきたいです。またアーミーの皆さんに会える日を心から待ち望んでいますとコメントしています。2024年1月26日には韓国歌手の IU さんが新曲ラブウィンズのティーザーポスターを公開しました。このポスターにはビデオカメラを持った IU さんが正面に座っているテテの姿を撮影している様子が盛り込まれています。また IU さんとテテの姿とともに、私のこの貧しい想像力では思い浮かばないところへというメッセージが記載されていて、どのような作品なのかと両者のファンの好奇心を刺激しています。 IU さんが所属しているイダムエンターテインメントは、映画コンクリートユートピアのオムテファ監督がメガホンを取った IU さんの新曲ミュージックビデオにテテが出演することを知らせていました。これにはアーミーもどのような作品なのか首を長くして待っているようです。今回は BTS テテの兵役中の最新エピソードについてご紹介しました。テテが軍の中でどのように過ごしているのか、頻繁に情報を入手することは難しいですが、少しずつでも些細な情報を知ることができるのは嬉しいですよね。テテは入隊したばかりなので除隊日を迎えるまではまだ期間がありますが、彼の情報を共有させてくれる方々に感謝しながら、今後も変わりない声援を送っていきたいものですね。皆さんは兵役服務中のジョングクについてどのくらいの情報を得られているでしょうか。彼が入隊してからは BTS としてだけでなく、ソロ名義のジョングクとしての活動も休止となっている現在、それでもなお彼が立派に任務を終えて帰ってくることを切に願いながら待っているアーミーが多くいますよね。ジョングクがジミンと一緒に入隊してから早3ヶ月ほどが経った今、彼はどのように過ごしているのでしょうか。今回はジョングクの兵役中のエピソードについてご紹介します。2024年1月5日、韓国軍の運営サイトであるザ・キャンプによってジミンとジョングクの写真がアップされました。それは第5師団11中隊の訓練兵の集合写真でした。ジミンとジョングクはこの集合写真の中で中央付近に写っていて、ジミンはマスクを外し少し痩せたような印象を受けました。ジョングクは黒いマスクをしたままで写っていて、隣にいるジミンと別の同僚の肩に腕を置いて仲が良さそうな様子をうかがえる写真となっていました。この写真はガス訓練の後に撮影されたものだそうです。ガス訓練とはガスが充満した部屋の中にガスマスクを装着して入り、その場で訓練を行うというとても過酷な訓練です。兵士の間ではこの訓練が一番大変だったと言われているほど大変な訓練だそうです。以前ジンのガス訓練直後の写真が公開されると、ガスが目に入り込んで洗い流してもらっている様子が確認されました。
その時のジンの表情はとても苦しく辛そうに見えました。そのような訓練だったからこそ、今回公開された集合写真の中でもジョングクの目がどことなく腫れているように見えました。アーミーからはジンもとても辛そうだったけど、ジョングクは大丈夫だったのかな。目が腫れているように見えるけど、やりきった感が満ち溢れて見える。さすが黄金マンネだ。マスクをしてるけど目が腫れているのを目立たなくするためかな、それとも風邪でもひいたかな、などといったコメントが寄せられていました。ちなみにジョングクが腕を肩に乗せていた同僚について気になったアーミーが、その彼について調べてみたようです。ヘルメットに55番と書いてあった彼ですが、検索してみるとたくましい肉体を持ったイケメンになって帰ってきます。メリークリスマス、愛してるよ、といったメッセージを送っている姿が見られました。検索したアーミーはこのメッセージを読んで、彼のユーモアさがあふれていてジョングクと気が合いそうな雰囲気を感じたようです。2024年1月7日のことです。あるアーミーが思わぬジョングクからのメッセージを発見したことが話題となりました。このアーミーは次のような投稿をしていました。今日アーミーの友達がソクリチョンに行ったんだけど、ジョングクがここに来るアーミーのみんなをよろしくお願いしますとお店の人に話していたんだって。ソクリチョンとは韓国ソウルのチョンダムドンにある飲食店のことです。なんとジョングクはこのチョンダムドンに来たアーミーたちへ店員さんを通じてサプライズのメッセージを残してくれていたのです。ジョングクは入隊する前に友達であるチャウヌさんと二人でチョンダムドンを訪れていました。この時ジョングクとチャウヌさんはサムギョプサルやチョングッチャン、キムチ冷や汁そうめん、ビビン麺などを注文して個室で食事を楽しんでいたといいます。お店の壁にはジョングクのサインが書かれているために、今ではアーミーの聖地ともなっています。ジョングクは自分が入隊した後、このお店に多くのアーミーが訪れるだろうと予想していたのかもしれませんね。ジョングクの粋な計らいに多くのアーミーが感動をしていました。2024年1月9日に新たな集合写真が公開されました。この集合写真は括弧戦闘教育訓練を行った後に撮影されたチームの集合写真でした。20人ほどの訓練兵で撮影された集合写真ですが、ジミンとジョングクは右上の方でリラックスした表情で写っていました。ジミンは同僚とジョングクの肩を組んでいたり、ジョングクはマスク越しでもにこやかな表情がわかるような明るい雰囲気が感じられました。ちなみに括弧戦闘教育訓練とは数日かけて行うものであり、基礎軍事訓練の一つの過程として分隊単位の戦術訓練に該当するものです。これまで訓練所で学び熟練してきた戦闘技術を再度整理して活用する応用的な訓練内容となっているのです。例えば外にテントを張って宿泊したり、戦術的な訓練を実践的に行います。この括弧戦闘教育訓練では毎度訓練兵たちの怪我が絶えないために、2016年からは膝と肘のプロテクターが支給されるようになったんだそうです。それほど過酷な訓練をジョングクも乗り越えたのかと思うと胸がいっぱいになりますよね。括弧戦闘教育訓練はこのように過酷な訓練ではありますが、その分達成感や自負心はとても高くなるといいます。この訓練を経験してきた人たちによると、初めはぎこちなかった周辺の同僚たちもこの訓練を通していつの間にかお互いに頼り合うようになり、戦友としての絆も自然と高まっていくと語っていました。今回公開されたジミンとジョングクが写っている集合写真を見ても、1月5日に公開された集合写真よりも訓練兵同士の団結力が高まっているようにも感じられます。またピースサインをしている訓練兵がちらほらといる中で、ジョングクは大きな目をしっかりと見開いて両頬でハートを作っているようにも見えるポーズをとっていました。このような茶目っ気が感じられるジョングクの姿にアーミーたちは
BTS にいる時のジョングクを久しぶりに見れたような感覚だ。可愛らしいジョングク、お帰りなさい。達成感に満ち溢れているね、お疲れ様。などといった反応を示していました。また1月13日には、鍵融資認証式での集合写真が公開されました。この写真では、ベレー帽をかぶった姿で写っていたジョングク。そして、どの集合写真でも共通して言えるのが、いつもジミンとジョングクが隣同士で写っていることです。これに関して、いつも一緒にいるジミンとジョングクを見ているアーミーは、ジミンの隣がジョングクなのは安定だね。いつも二人が一緒にいると確認できて安心した。服務中でもグクミンが見られるなんて。ありがとうございます。などといったコメントが見られました。ある兵士は、この集合写真とともに次のようなコメントを投稿しました。厳しい寒さと劣悪な環境の中でも、5週間の厳しい訓練を無事に終え、真の革新戦士に生まれ変わった修練生たちを祝福し、温かい声援をお願いします。このコメントを見たアーミーたちも、ジミンとジョングクが、ひとまず5週間という長い訓練期間を無事に終えることができたことに安心した面持ちでした。1月の中旬に訓練兵としての期間を終了したジョングク。2月に入ってから、ジョングクの入隊前、最後の公式スケジュールであった、パフォーマンス撮影のビハインド動画が公開されました。この動画の中で、ジョングクがアーミーへ、最後のメッセージが送られていました。アーミーの皆さん、この動画を見たら複雑な気持ちになると思います。最後のエンディングメントになるので、待っていてくださって本当にありがとうございます。皆さんがまた僕たちを自然に応援できるように、応援されるように、応援していただけるように。とにかく、応援してほしいとお願いするわけではなく、戻ってきたらまた応援したいと思ってもらえるように頑張ります。皆さんも、それぞれの生活をしっかり送ってください。僕が、スーッと会いに来ます。本当にお疲れ様でした。今まで一緒にいてくれて、応援してくれて、それからいつも待っていてくれてありがとうございます。心から感謝します。無事に終えて帰ってきます。一日でも早く復帰して、かっこいい姿をお見せするために、実力を磨き上げてもっと成長して帰ってきます。アーミーに対して、待っていてほしいと直球に言うのではなく、皆さんがまた僕たちを自然に応援できるように、と伝えていたところが、なんともジョングクらしいなと感じました。しかしながら、このメッセージを伝えながら少しうつむいていたり、遠くを見るような姿があったジョングク。どことなく彼にも寂しさを感じられるような表情でした。ジョングクが入隊してから1ヶ月以上経った頃に公開されたこの動画ですが、このタイミングでビハインド動画が公開されたことで、アーミーたちはさらに彼の復帰が待ち遠しくなったようです。入隊後に公開されたビハインド動画では、思わずアーミーが嫉妬してしまうようなシーンがあり話題となりました。それは、ジョングクとメイクヌナとのやりとりでした。メイクヌナに視線を送るジョングクの姿に、多くのアーミーが嫉妬したのです。メイクヌナをじっと見つめるジョングク。この光景はいつものことなのか、見つめられたメイクヌナは、手の甲でジョングクの方をちょこっと触って、視線をそらさせたのです。BTS メンバーとメイクヌナが一緒にいる場面は、これまで何度も見たことがあっても、さすがにこの時のメイクヌナとジョングクのやりとりには、何か二人にしかない特別感のようなものが感じられたというアーミーも少なくはありませんでした。この姿を見たアーミーは、さすがにこれは羨ましすぎる。といったコメントが殺到しました。さらに別のシーンでは、ダンスをしようとしたジョングクに、メイクヌナがメイクをしようとし始めると、素直におとなしくなるジョングクの姿が映し出されていました。信頼関係がしっかり築き上げられているようなワンシーンで、このシーンでもアーミーから、羨ましい。といった声がたくさん寄せられました。訓練兵としての修了式が終わった後、
第5師団の白熊部隊へと部隊配置が完了したジミンとジョングク。1月終わり頃から早くも新しい配置場所での生活をスタートさせていたという2人ですが、同伴入隊ということで師団や部隊はもちろんのこと、細かくチーム分けされた時にも常に同じチームに配置されるのです。同伴入隊とはただ単に同じ日に同じ部隊に入隊するというものではありません。入隊後も常にペアとなって職務を全うすることができるのです。集合写真を撮影するときにジョングクとジミンがいつも隣同士で写っているのは同伴入隊しているからだと考えられます。基本的に同伴入隊は仲がいい人が利用しますが、入隊してからは寝る時も起きた時も訓練中もずっと一緒にいるために一緒にいることがふと嫌になることもあると言います。ジミンとジョングクの近況写真が公開されると、いつもヘルメットに書かれている番号が連番になっていますよね。これは常にペアになって訓練をしている証拠でもあります。同伴入隊をすると必ず続き番号を与えられて、訓練も常にペアで行います。また兵士が首から下げる薄い板の認識表というものがあります。これは本来1人2枚つけるものですが、同伴入隊となるとお互いに交換して自分のものと相手のものを1枚ずつを首に下げるようになるそうです。同伴入隊経験者によると、やはりどんな時もずっと一緒にいるためにどれだけ仲が良くても嫌になる時があったといいます。しかしジミンとジョングクに関しては BTS として活動する前からずっと一緒に苦楽を共にしてきたチームメイトです。今さら嫌になるということはなさそうに思いますが、実際軍隊の中ではどのような心境なのか気になるところですよね。お互いに新境地であり未体験のことだらけの毎日を過ごしているため、これまでずっと長い年月を共にしてきたメンバー同士だからこそ、この上なく心強い存在となっているのではないでしょうか。一緒に除隊した時にジョングクとジミンがお互いにどのような関係性になっているのか今から楽しみですね。2024年2月2日にジョングクに関する驚きの情報が出回り話題となりました。それは現在ジョングクが配属されている第5師団の白熊部隊にて調理兵をしているという情報です。調理兵とはその名の通り軍隊の中で食事を作る兵士のことです。かなりの体力を消耗する軍生活ですが、そんな中でもしっかりと士気を高めて集中力も持続するような食事内容であることが重要視されています。今回ジョングクがなったであろうと噂されている調理兵に志願する人とは、自身の料理の腕前に自信がある者が志願するといいます。新兵訓練の5週間を終えた後に調理兵としての3週間の技術訓練を受けてから実際に師団に配置されていくそうです。朝も4時半には起床しなければならず、7時の朝食に間に合うように準備をし、それが終われば次は昼食の準備、またそれが終われば夕食の準備と、休む暇もなく業務が続くと言われています。他にアイドルで調理兵になったのはエクソのディオがいます。軍事訓練は少なくなるものの重要な役割である調理兵。現在ジョングクがそんな調理兵になったという噂が広まっているのです。以前配信をしながらアーミーの前でも料理の腕前を披露してくれたジョングク。大変な業務でありながらも、もしこの噂が本当なのであれば、ジョングクの作る料理が食べられるなんて羨ましいですね。しかし、スケジュールとしては過酷な業務である調理兵。引き続き、ジョングクが体調を崩さずに精進できればいいなと思います。今回は、ジョングクの兵役中のエピソードについてご紹介しました。グクミンという愛称で愛されているジミンとジョングクが兵役中でも共に切磋琢磨して頑張っているということが分かり、とても安心しましたね。ジョングクも大好きなヒョンと一緒にいることができてとても心強いことでしょう。また気になるのがジョングクが調理兵になったということです。入隊前にも体調や筋肉を気にかけた調理を披露してくれていたことから、その腕前を軍の中でも活用できているのであれば本当に誇らしいことです。また
今後も公開されるであろう集合写真でも自民と共にいるところが見れるのではないかと思うと安心感があります。どこにいてもどんな状況でも活躍している姿を見せてくれるジョングク、彼のさらなる成長が楽しみですね。皆さんは BTS メンバー全員が兵役入隊した現在、どのように彼らの帰りを待っているでしょうか。 BTS としての活動ができなくてもいつでも第一にアーミーのことを考えてくれているメンバーたちは、アーミーのためにいろんなコンテンツを残していってくれたり、時間があればインスタグラムの個人アカウントなどで近況報告をしてくれたりしていますよね。しかし長期間彼らの姿を見ていないとやはり心配になるものです。そこで今回は BTS メンバーの中でもテテにフォーカスして彼の兵役中のエピソードをご紹介します。2024年1月16日に修了式を終えたテテ。この日最優秀訓練兵として表彰されたテテは、報酬として翌日1月17日に1泊の外泊が許されました。たった1日ではあるものの、少しばかりの自由時間を過ごすことができたテテは、1月18日には特殊訓練を受けるためにロンサン訓練所から陸軍総合行政学校へと向かいました。18日の朝10時頃にはテテを含む多くの訓練兵さんたちが専用の列車を待っている姿が目撃されました。かなり多くの訓練兵さんがいましたが、彼らは一般人とは違い兵士であるために一般の電車で移動するわけではありません。兵士専用の列車やバスに乗り込んでそれぞれ移動するのです。列車を待っている兵士さんの姿をよく見ると、大きなバッグを抱えたほかに手には白いビニール袋を持っている姿が確認されました。このビニール袋の中には軍から支給された昼食用のお弁当で、移動中に食べるためのものだったようです。テテも同じように昼食を支給されながら陸軍総合行政学校へ向かったのだと考えられています。また当日テテが軍服姿で駅を歩いている姿も目撃されています。テテは軍服姿にベレー帽をかぶり、大きなリュックを背負っていただけでなく、迷彩柄の大きなバッグも抱えていたようです。そんな彼の姿を見たアーミーは、あんなに大きな荷物を持ちながら移動なんて、テテファイティン、移動だけでも大変そうだね、怪我だけはしませんようにといった声が上げられました。またテテが抱えていた大きな迷彩柄のバッグを見たアーミーからは、前にジョングクが愛用していたでかいバッグを思い出すな、ジョングクが持ってたカバンみたい、というコメントも多く寄せられていました。基礎訓練を終えて、さらに SDT のための特殊訓練を受けるために陸軍総合行政学校へと向かったテテ。訓練所から陸軍総合行政学校へ向かうまでのテテの姿についてはいくつか情報がアップしていたものの、学校内でのエピソードや様子はほぼ投稿されてきませんでした。しかし2024年2月7日に修了式を終えてから兵士それぞれが自隊の配属先へと移動した現在、当日テテと同じ部屋で生活していたという兵士さんのお姉さんが学校内でのテテのエピソードを投稿してくれたのです。この投稿は服務中の弟から聞いたとして2月8日に公開されました。その内容をご紹介します。訓練所でのテテとの思い出をまだ忘れていないという弟からの、もう終わったから話せる訓練所での話。当時は撮影やサインをもらうことなど一切禁止だったから、テテのことを話していいものかと悩んだ。弟はテテと同じ部屋で生活していて、週末には一緒に散髪をしたんだって。世間話もしたし、一緒にご飯を食べる時にはテテはご飯をいっぱいくださいといつも言っていたんだって。そして高さ15メートルの高さから飛び降りる訓練の時にはテテが本当に迷わずに飛び降りたので、周りのみんなおおと言って驚いたそうだ。そして過去の話もしました。過去の話をしている時に弟が B2B のウングアンさんと
以前一緒にゲームをしたことがあるという話をしました。するとテテはとても嬉しそうに、ああウンランヒョンと言ってくれて、その姿がかっこよかったそうです。お互いかっこよく除隊しようねと約束もしたそう。短い期間でしたが、弟に新しい経験をさせていただきありがとうございました。訓練所でのテテとの思い出は弟も今でも忘れていないんです。以上がテテと同じ部屋で学校生活を送っていたという兵士さんのお姉さんが共有してくれたエピソードです。この投稿を見たアーミーからは、入隊前の BTS コンテンツでは高いところから飛び降りるときにとても怖がっていたテテの姿が印象にあったために、今では15メートルもの高さを怖がらずに飛び降りたというエピソードに驚きを隠せないようでした。それだけでもテテが入隊してからどれだけさらにたくましくなったのかがうかがえますよね。また陸軍総合行政学校での特殊訓練はとてもハードだと言われているようですが、同期の仲間たちと仲良く交流をしながらご飯もしっかり食べているようで安心したアーミーも多いのではないでしょうか。陸軍総合行政学校にて特殊訓練期間を終えたテテはチュンチョンの第二軍団で特殊任務警察として業務を行っています。そんなテテに関して2024年2月19日に新たなエピソードが公開されました。それは入隊前のテテとコラボを果たしたアーティストの海さんが行ったインタビューの中で言及されたテテとのエピソードについてでした。海さんはテテとコラボをするにあたって一緒に作業していく中で見受けられた彼のある行動に関心を受けたようです。テテがどのような行動をしていたのかというと、海さんは次のように語っていました。テテさんは同じバースを何度もやり直して送ってきた。自分の頭の中にあるボーカルが出るまで何度も。それがすごく勉強になった。最初のボーカルがファイナルのボーカルじゃなくていい。時間が経って変えたくなったら変えていいんだなと思って。海は他の人のことを気にして変えたくても変えたいと言えない時がある。でもテテさんは自分が変えたいと思ったら変えていたから、アーティストとしてそのような自由が大事だなと思った。そうやって一番いい作品にたどり着くから、それは作ってる人にしかわからないものだと思うから、他の人のことを気にしないで自分を信じていいんだなって思った。このようにテテは自分が作る音楽に関してとても熱心に向き合っているということが明らかにされました。また聴いてくれる人が満足のいく曲に仕上げるためには、まず自分が満足するまで周りの人を気にせずに何度も何度も音楽と向き合っていたというテテ。このようにして彼の曲はアーミーの心をぐっとわしづかみにしていたのですね。そんなテテの姿を間近で見ていた海さんですが、さらに続けて次のように語っていました。テテさんは聴いてる人のことをすごく気にして動いていると思う。それが一番大事だということに気づかされた。テテはもともと築き上げられてきた音楽の枠に無理やり当てはめようとはせず、もっと自由に自分らしく表現しようと意識しながら音楽作りをしているんですね。そんなテテの音楽に対する姿勢を目の当たりにした海さんは、彼にたくさんの刺激をもらったようです。昨年末に入隊し、1月に訓練兵としての期間を終えたテテ。同じ時期に入隊した BTS メンバーの RM やジミン、ジョングクは訓練兵期間を終えてからそれぞれの配属先に着きましたが、テテはさらに特殊訓練を受けるために陸軍総合行政学校へと進みました。そんな彼らですが、3月になると軍人として初めての休暇が予定されているといいます。現役軍人として入隊した兵士が入隊後に受ける最初の休暇は新兵慰労休暇とも呼ばれているそうで、これは配属後初めて与えられる休暇だといいます。ちなみに新兵慰労休暇という呼び名は所属する部隊ごとに呼び方が若干違うようです。この新兵慰労休暇は入隊してから約100日後に取得できる休暇であるため、テテ、RM、ジミン、ジョングクがこの休暇に入るのは
3月19日から20日あたりになるのではないかと予想されています。訓練兵としての修了式にて表彰をされると、2泊3日の休暇が与えられるので、最長でも4泊5日の休暇を取得することができます。テテに関して現在第2軍団の SDT としての任務をスタートさせています。ちなみに SDT とはテロ対応や人質救助などの厳しい任務を担当する部隊のことを言います。この SDT としての任務をスタートさせると同時に、黒服テストという新たな試験が待ち構えているといいます。以前この黒服テストを受けた経験のある方から、その時の様子や特任隊の雰囲気について次のように述べてくれました。対テロ特任隊資格能力評価である黒服テストを受けた。 SDT は作戦間に黒服を着なければならないため、一般の兵士とは違って黒い服装をしている。今日はその黒服を着る資格がある人であるのか評価するために、体力テストと任務熟知評価という筆記試験を受けたのだが、一般人がやり遂げるにはそれなりに難しい程度の基準だった。テストは私と同期8人、私の後任2人の合計11人だったけれど、みんなこのテストのために1ヶ月前から熱心に運動をして勉強もして準備してきた。黒服テストは SDT になる資格があるのかを評価するテストであり、身体能力評価だけではなく筆記試験もあるため、テテもこの方と同じように1ヶ月もの期間をかけて黒服テスト対策を行ってきたのだと考えられます。続けて黒服テストの経験者の方は SDT というチームの雰囲気について次のように語りました。ちょっと余談を並べると、ここの特任隊の友達は本当にかっこいい。他の人たちは軍隊に来て不平不満を並べながら泣き言を言うのに、一度きりの軍生活をかっこよくやってみせようとたくましく特任隊を選択したこの人たちは、どうやってでももっと頑張ろうと努力して、苦しい時に諦めることに対して恥ずかしがってたくましく覇気に満ちている。ほとんどが03、04生まれの若い人たちで、明日の体力鍛錬怖いとベッドでは毎日弱音を吐いていても、実際現場に立つと遅れをとっても諦めはしない。最後まで意地張ってついてくる。そして生活感に戻ってきてまた心配をする。でも心配になるから毎日運動して一生懸命任務評価の勉強をしていたよ。こういう姿を見ていると感銘を与える本当に素敵な姿だと気がつく。大変だからもう走らない、大変だからやめようかなと思うたびに心から恥ずかしくなる。このようないい影響を受けることができる素敵な仲間、ありがたい経験を得られるという点で特任隊を選択したことは本当にいい選択だったと思う。 SDT という過酷な道を選んだからこそしか味わえないさらなる達成感や忍耐力、そして周囲からのいい刺激を受けながら自分自身への自信へともつなげていくことができるようですね。テテもこの投稿者と同じ SDT への道を歩んでいますが、同じように体力鍛錬や勉強を一生懸命に励んでいることでしょう。現在チュンチョンの第2軍団で SDT として任務を遂行しているテテですが、そんな彼にまつわる軍団でのエピソードが公開されました。陸軍総合行政学校での特殊訓練期間を終えて事態配置されてから約2週間後、今度は黒服テストが控えていることや3月に休暇があるという情報まで公開されています。2月24日にはチュンチョンでテテと遭遇したという方がその時の様子について共有してくれました。この投稿者が観光地でもあるチュンチョンに一人で旅行に行った時、タクシーの運転手と話をしていたところ、その運転手がテテに遭遇したことがあるという話をしてくれたそうです。その運転手は投稿者に対して、 BTS のテテが今まで見た芸能人の中で一番ハンサムだったと話していたそうです。以前テテが部隊配属のためにチュンチョン駅を移動してきた時も、偶然その場を通りがかった人がテテが一番ハンサムだったと語っていたこともありました。 BTS としてのテテも十分にイケメンですが、軍服を着ていることで男らしさが増して、さらに男前になったテテ。
チュンチョンの一般の方たちをすぐに魅了してしまうほどの存在感を放つテテでした。2024年2月25日にテテに教えている直属の上司が SDT でのテテの様子について投稿してくれました。まずは陸軍総合行政学校でのエピソードです。テテは SDT になるための追加訓練を受けていましたが、その際に彼を教えていた助教が一枚の写真とともにテテとのエピソードを語ってくれました。その写真とはテテからもらったというサインであり、その他にシムミンソク助教お疲れ様でしたというメッセージが添えられていました。そしてこの助教は当時のテテに関してテテを教えていたのですが、とてもハンサムで驚きましたとコメントも残していたのです。また同じく25日に第二軍団でテテを指導しているという上司の親戚がテテの SDT での様子を公開してくれました。叔父が勤務しているところにテテが来た、そうでなくてもテテが SDT に志願するというニュースを見て、もしかして叔父のところに行くかもしれないと思っていたけど本当だったんだ。テテの軍隊エピソードとしてテテのサインをもらうにはポストイットに名前を書いて持っていけば幹部は5枚助教は2枚してくれるのだと言います。だけど助教の場合はただサインをもらえるわけではなく、クイズをして当てなければもらえません。ちなみに幹部はクイズなしでもサインをもらえるそうです。クイズというのは BTS のメンバーの名前は、 BTS の曲のタイトルはなど、こういったクイズを出して間違えた場合は隣にいる助教たちが腕を組んで連行していくそうです。また面白い話があるか聞いてみます。このエピソードを知ったアーミーからは、クイズの内容がお茶目で可愛らしい、幹部は無償でサインをゲットできるなんて羨ましいな、私が助教なら簡単に全問正解できるなどといった反応が寄せられていました。軍隊の中でも上司から慕われているテテ、彼の性格の良さや誠実さがしっかりと上司にも伝わっているのですね。今回はテテの兵役中のエピソードについてご紹介しました。 SDT という過酷な部隊にいながらも自分の任務を全うしているテテは本当に男らしくてかっこいいですよね。 BTS の中ではどことなく弟感が強いテテですが、除隊後はとんでもないほど成長して戻ってくるのではないでしょうか。また上司ともうまく関係を築き上げて頑張っている様子が分かって安心しました。それでは次回の動画もお楽しみに。ボラヘ。